フクロウはどうなったかな。ランロクが最後の保管所を知ってるって先生と守護者に伝えないと。受け取ったフクロウによれば、ランロクは我々の予想よりも早く動いておる。由々しき事態だな。できればもっと時間をかけて最善の道を探りたかったのだが。あの生徒の話を聞いてみようか。先生、フクロウが届いたんですね。ランロクがブラグボールの最後の日記をロドゴクを殺して手にしました。最後の保管所の場所を知ってます。なんということだ。ロドゴクとランロクは兄弟だったんです。ロドゴクが日記を届けてくれました。ランロクは怪物だ。最後の保管所がどこにあるか調べねば。これで状況が変わります。ランロクが日記を手にして最後の保管所の場所を知りました。ブラグボールは記憶を消去されている。日記をつけていただと。なぜこんなことを書き留めておく。我らが何を収めていたか知るはずは。イシドーラが箱の製作を頼んだ時に魔法のことを教えたんです。記憶を見ました。イシドーラは記憶を残して誰かに見つけてもらおうとしたのか。彼女は何をした。彼女がお父さんにしたことは記憶で見てます。ルグート先生のペンシーブでも、ブラグボールとの会話でも、古代魔術の使用に限界があることに不満を表してました。彼らは記憶を目にしたのだ。私たちが現在直面している危機の重大さを理解しているはずだ。次なる試練で試されるのは尋常ならざる魔法の腕と動物たちと心を交わす繊細な力だ。石と巻ひげの顔を探したまえ。一つ忠告しよう。いかなる動物が現れようと自分で相手にしなければならない。バカー先生がペンシーブの部屋にいる。尋常ならざる魔法の腕、動物たちと心を交わす繊細な力。それでは石と巻ひげの顔を探し始めようではないか。意味はさっぱりだが。ですね。ウィズリー先生に目をつけられておってな。あの人とブラック校長に疑われる理由を作らないためにも向こうで落ち合おう。海岸の近くで。その時に君が目撃したイシドーラの記憶のことをもう少し聞かせてもらおう。私が煙突飛行粉を発明するまで移動はとても不便だったのよ。来たな。いい知らせだ。ランロクの信奉者と争う必要はなさそうだぞ。悪い知らせもある。理由は向こうが守護者から情報を得る必要がなくなったからだ。レベリオ、この場所は植物の手入れが必要だな。見て回ろう。ボンバーガー、コンフリンゴ、それはやはりそうか。どうするべきか分かっておる。あそこに掘られた頭に見覚えは？あれは頭？見覚えはないですね。グラップホーンという恐ろしい獣のようだ。そして地面に掘られた模様からグラップホーンが何らかの形で導いてくれるだろうとわかる。動物たちと心を交わす力ってラッカム先生が言ったのはこういうことだったんですね。そのようだな。近くに長らく栄えてきたグラップホーン一族の末裔が住んでおる。湖畔の主と呼ばれておるものだ。彼を連れてきてもらわねばな。その次にどうするかは分からんが。グラップホーンを手なずけたことは？ああ、あるぞ。何年も前によりによってストーンヘンジでな。魔法省は未だに私に借りがある。もちろん難しい。何しろ巨大だからな。だが不可能ではない。
経験から言わせてもらえば、ほとんどの呪文はまともに効かん。まずは疲れさせることだ。そうしなければならないならやります。素晴らしい。私はこの地域をよく知っておる。巨大な怪獣の遺骸が見つかればそこが正しい場所だ。さて、ラッカム先生が言っていた通り、この試練にまつわる獣には一人で接触せねばならん。幸運を祈る。地図の間で君の帰りを待っておるぞ。よし、ご飯の主、出てこい。急がなくていいよ。釣り王者、近くを荒らされてるのを知ったら、ご飯の主はどう思うかな。一人の毒だ。ご飯の主はこれくらいじゃ止められない。神殿整理は済ませて。いくつくらいぞ。お家に帰る時間だよ。キュアヒッポグリフはまだ使えた。
君を信頼したラッカム先生は正しかったようだが、私はまだ見極めているところだ。今にわかることだが、イシドーラは上辺と中身が違った。君はそうでないと願っているよ。私の記憶が守るべき力に対し、君が抱く疑問への答えとなるだろう。ありがとうございます、バカー先生。また地図の間で。おい、イシドーラ。イシドーラ。モーガナークさん。サム、よく来たな。イシドーラは家にいない。分かっている。だが彼女の父が。どうした？苦しみだけでなく、ありとあらゆる感情が奪われたみたいだ。恐れていたよりもずっとひどい。ニーフの言う通り、イシドーラは止まっていない。今分かったが、彼女は生徒たちにあの魔法をかけた。皆を集めよう。電話室に戻るんだ。いいね。何をしているんだ。落ち着いて。イシドーラ、生徒たちはみんな苦しんでる。すべてあなたの傲慢と秘密へのこだわりのせいよ。みんな苦しまれ、もう二度と。生徒たちもみんな。イシドーラ、杖を下ろしなさい。先生、あなたは力を磨けと言った。そう、捨てるんじゃなくね。こんなことは教えていない。エクスペリアームス。
ホグワーツの下の洞窟というと、イシドーラと戦ったそこが最後の保管所ですか？そうだ。実は我々はイシドーラが多くの人々から奪った感情を破壊することができなかったのだ。だから手を尽くして何とか保管したのだよ。その感情を破壊できるようになるまでは、感情を奪う魔法が魔法族にとって危険であると認識するに至った。そのため守護者になったのだ。不可解な魔法の秘密を守る者、古代魔術の痕跡が見える者が現れれば、その力に魅了されるかもしれないと分かっていたからな。我々は痕跡が見える者を誘う試練を作り出した。秘密の力を正しく扱うことができない人物にその力が渡ることが決してないように。先生、僕は証明しましたよね。ランロクより先に保管所に行かなきゃならないんです。大丈夫だ。しかし保管所は強力な古代魔術で守られている。入るにはペンシーブで見つけた4つの遺物から特別な杖を作り出す必要がある。なら今は保管所は安全なんですね。もし彼が君の想像通りもう一つの保管所の力を使えるのなら、私たちの守りもいずれ破られるだろう。それなら杖を作りに行かないと。きっとオリバンダー老人が助けてくれます。なるほど、オリバンダーか。彼から聞かされると思うが、この杖は一つの目的以外には使ってはならないものだ。杖を持って戻ってきたら道を開こう。オリバンダーにフクロウを送ろう。その間私はウィズリー先生と話しておこう。ウィズリー先生。ああ、私としたことが判断を誤った。ランロクのことをもっと早く伝えておくべきだったよ。まだ間に合うといいが。ランロクが本当にホグワーツの真下に穴を開けるつもりなら、あらゆる助けが必要だ。ありがとうございます。それではまた。どうもオリバンダーさん、お願いがあって伺ったんですが。ああ、フィグ先生がフクロウで知らせてくれたよ。君が来るだろうと。少しばかり謎めいておったがね。何でも君が特別な杖を必要としているとか。それで材料は持ってきたかね？そうです、持ってきました。おや、なんと、これはまた随分と特徴的だね。正直に言ってしまうが、こんな杖は今まで作ったことがない。壊れた杖の修理も受けたまわってるが、これは全くの別物だ。気が抜けんじゃないかなあ。君が持ち込んだもので取り掛かれそうだ。やれるだけやってみよう。終わったよ。言っておくが、こんな杖はわしも初めてだ。フィグ先生が手紙にそれとなく書いておられたが、特別な目的があるのだろう。そうでなければ役に立つまい。ありがとうございます。わかりました。どうやら一人のようだな。二人っきりで話がしたかったんだよ。おい、よしてくれよ。そんな芝居は必要ない。ランロクが知ったことを考えれば、我々の利害が一致することくらいわかるだろう。
そんなの天地がひっくり返ってもありえない。我々が手に入れて叱るべきものをゴブリンに譲る気か。最後の保管所は魔法族のものだ。力を合わせなきゃバカだぞ。一体なんだそれは。急に杖職人のところに来たのは関係あるのか。互いに求めるものと。何のことかさっぱりだね。あの保管所は私が受け継ぐべきものだ。チャールズ・ルクウッドはそう思わなかったはず。生意気な。子供に理屈が通じると思ったのが間違いだった。やはりな、子供は単なる未熟な生き物だ。クートの支配が終わった。早くナティにフクロウを送らないと。でもまず地図の間に戻って先生に何があったか伝えなきゃ。